Hey guys! Welcome to my channel. I'm Daisuke. Today's topic is it true that Japanese couple and married couple don't hug, don't often kiss, and don't hold hands, and don't say I love you each other? So let's get started! まず、ハグだけど、まあね、カップルじゃなくても日本人は基本的にハグはあんまりしない。するんだけど、どんな時にするかな。あ、でも結構女の人同士とかするかもね。こう友達同士とかで、あとはこうスポーツとかでさ、みんなでこう団体競技でやってて、例えば優勝したとかさ、なんか勝ったとか、そういう時に男同士でハグすることもあるね。でまたこれはまたこのハグはまたさ、女の人と男の人がするハグとまた違うじゃん、意味合いがね。だからやっぱりカップルでハグはあんまり しないよね、しないかもね。確かに、なんでしないかって聞かれても分かんないけど、しないわ。確かに、なんでしないんだろうね。例えばこれはカップルじゃなくても夫婦だったとしても、あんまりこうハグしてる夫婦っていないね。例えば 毎朝でも毎日でもさ、一日一回でもいいからハグしてるっていう夫婦の話は聞いたことない、それと挨拶でハグすることもほとんどない。だからこうハグをこう求めてもさ、誰かにギュッてね求めてもハグしてもらえないと思うよ。でもね、意外にこれね面白いのが、例えばさ、そのハグの文化がある国に住んでる人いるじゃん。そういう人がそのハグを求めたら、日本人は結構あーみたいな感じでハグする人多い。ただ日本人が、その日本人、例えば日本人の男性がね、日本人の女性にこう例えばハーってやるでしょ。したらもう、何この人、いや変な人みたいになっちゃう。まあ他の場合も一緒ね、女の人が男の人にやってもえみたいな感じになると。でもそのハグの文化がある人がハグすると、日本人はその文化のことを知ってるから、あそうだよねみたいな、ハグ してもいいかなっていうふうに感じる人もいる。だから別にこう、まあその時だよね、居酒屋で例えば日本最後の日に一緒に飲むじゃん、ね、お酒とかね。そしてもうその人はその人はこう例えば帰るじゃん、自分の国に。でその前にこうハグしようよみたいな、そういうのは別にありなんじゃないかなと思う。だからあんまりそんなにねこう神経質にならなくてもいいと思う。そして次に、Japanese couple and married couple don't often kiss。 まあこれはね、これちょっとね難しいところがあって、カップルの場合は毎日キスする人もいるよ、普通に。これは別に普通だと思う。まあね、このカップルも難しいところがあって、例えばこう1ヶ月前カップルになりましたって人と、例えば5年間カップルですっていう人のやっぱり感じが違うね。でも1ヶ月前にカップルになった人はさ、やっぱりこうなんていうの、まだこうなんていうんだろ こうまだこうカップルになってからさ、ちょっとしか経ってないじゃん。やっぱ気持ちもさ、なんかこううわーみたいな感じじゃん、こうなんか強いみたいなね。でもやっぱ5年後のカップルはもうちょっとやっぱりさ、気持ち的にもやっぱりずっと長い間一緒にいるから、ちょっと落ち着いてるね、その1ヶ月前のカップルよりも。だからその1ヶ月前のカップルの方はやっぱり頻繁にキスするたりすることがやっぱり多いよね。でも5年後になるとやっぱりこうあまりキスしないかったりするのもあるんじゃないかなと。でもその5年後の人がさ、例えばあまりキスしないじゃん、お互いにね。でもそれが別にこのお互いが好きじゃないとか愛がないとか
そういうわけじゃないんだよ。うん。だからこれちょっと難しいかもね。なんか、わかりにくいかも。まあ、とにかく、そのままカップルの話ね。そして、次に、マリードカップルね。そして、まず、一つ覚えておいた方がいいのが、日本では、その人前でキスするっていうのが、そんなに、一般的なことではないね。I mean, when comparing to the Western culture, ね。あまり人がキスしてるっていう、のを見る機会がそんなにない。だから多分マリードカップルかね、カップルもね、多分、家とかではしてるのかもしれないけど、してる人もいるのかもしれないけど、あまり見ない。簡単に言うと、例えば、アメリカ人ね、わかんないけど、アメリカ人と比較すると、日本人はあまりキスとかしないと、結婚した後に。毎日してる人っている、いると思うけど、そんなに聞かない、ね。人にも聞かないけどね。見る機会がないからさ。そして次に、ジャパニーズカップル and マリードカップル don't hold hands。 カップルは結構手つないでたりする。これはね、道とか歩いてるとよく見る。夫婦はどうだろうね。時々見るね。だから別に全く見ないってわけじゃない。だからよく見るのがさ、例えば70歳ぐらいのこのおじいさんとおばあさん、70歳はおじいさんとおばあさんって言わないのかな、男性と女性がね、そう、例えば歩いてんだよ、手つないで。したら俺ああいいなと思って見てる。綺麗だなと思って、ああ仲いいんだなと思ってっていう感じさ、気持ちになるぐらいそんなに見ない。時々見るぐらい。ただ若いね、例えば10代とか20代のカップルは結構手つないでたりする。それはね、普通だわ、手が感じかな。で、なんで手つながないかっていうと、多分俺が思うに、恥ずかしいんじゃないかなと思う、人に見られるの。さっきもキスのことで話したでしょ、あまり人前でキスしないってね。だからキスも手つなぐね、手をつなぐって言った？ Hold hands ね。手をつなぐのも結局そんなに普通のことじゃないから、人前でするのがね。だからなんとなく恥ずかしいかなっていう気持ちあるんじゃないかなと。だからきっと日本人の女性なんか、例えば他の国に行ったらそういう気持ちないんじゃないかなと。そして最後に、ジャパニーズカップル and マリードカップル don't say I love you each other。 これね、まずこれも一番難しいんだけど、若いカップルいるね、カップルは結構好きだとか愛してるねとかっていうのを結構頻繁に言ったりする。なんでかっていうと、好きは置いといて、例えば愛してるっていうのね、例えば日本では結構重いのさ。すごく、例えば大人になって愛してるなんて、そう簡単に言えないような感じなのさ。好きですっていうのは結構カジュアルな感じね。愛してるっていうのは結構重い感じね。だから若い人たちはさ、愛してるっていうのを簡単に言えるわけさ。なんていうの、例えば16歳の時とかはさ、あまりないじゃん、真剣、好きだけど好き、なんていうんだろう、別に気持ちだけでいいじゃん、愛してるっていう。でもやっぱ大人になると、やっぱりさ、いろいろなことが仕事だとか、プライベートだとか、いろんな家族だとか、いろんなことがさ、出てくるから、あまり例えばカップルの間では、大人になるとそんなに愛してるって言葉は使わないね。それで、じゃあ、愛してるっていう言葉を
いつ使うのかっていうと、例えば結婚式、結婚式でこうね、こう新郎と新婦がいて、こう愛してますかみたいな、お互い愛してますか、愛してますみたいな、そういうの、そういう時に言ったりとか、例えば結婚をお願いする時ね、前この話したかな、多分男の人が女の人にこう結婚指輪を持ってって、愛しています、結婚してくださいみたいな、そういう時に使ったりするね。あとはちょっと悲しいけど、例えばその別れの時ね、本当に別れだよこれ、その誰かがその人が死ぬ時とかさ、そのなんかこう悲しい時とかにこう使ったりする。だから多分その日本のこう愛してるっていう言葉が結構重いような気がする。例えば外国人の男性がいて、例えば日本人女性好きだとするじゃん、そしてその人がさ愛してますとかさ、愛してるよとかってこう頻繁に言うでしょ、その彼女がね。でもそういうのが大丈夫な女性もいるけど、反対にその愛してるっていう言葉を重いと思ってる人は、その男性のこう言ってることが軽く感じることがあるんじゃないかなと。だから日本だと愛してるってなくて、例えば好きだよとかっていう言葉を使ったりすることが多いね。でも好きだよも言わねえか、そうだね。そしてもう一つね、なんで愛してるって言わないかっていうと、結局日本人はそのなんて言うんだろうね、結局これ悪い、ちょっと悪いのかもしれないけど、言わなくても分かるよねみたいな行動で、奥さんがさこう例えば病気でさ、なんかこうできない、家のこと全然できないっていう時に旦那さんが全部やるとかさ、そういう気持ちでこう愛してるっていうのをこう気持ちを伝えてる、間接的にね、言わないけどそのなんていう、大事に思ってるんだよみたいな、そういう感じなんじゃないかなと思う。これがなんか日本人のスタイルなんじゃないかなと。本当に例えばなんか言わないで、例えばそういうことしない人もいるよ。でも結構多くの日本人男性こんな感じなんじゃないかなと思ってる。だからやっぱり気持ちの伝え方ってさ、こうダイレクトにこう愛してるっていう方法もあればさ、こう間接的にさ、こうなんて言うんだろう、いろんなことをサポートしてその気持ちを伝えるっていう方法も個人的にはあるんじゃないかなと思ってます。こんな感じです。いやー、なんか今日大丈夫かなこれなかなかね、こういうのをこうね、言葉でね説明するの難しいよね。結局なんか気持ちで分かってるけど、なんかいざこうね説明するってなるとやっぱりちょっとね大変だよねってな感じです。それじゃあね、バイバーイ、まったねー。Today's topic is, is it true that Japanese couple and married couple don't hug, don't kiss, don't hold hands? Hey guys, welcome to my channel. I'm Daisuke. Today's topic is, is it okay. Hey guys, welcome to my channel. I'm Daisuke.Today's topic is it difficult?